もう撮影するんだったらこっちの奥の個室どうぞみたいな感じで、なんかものすごくビップ席みたいな。ほら。こちら山手線の旅第8回今日もやっていきたいなと思います。前回ね駒込だったんで今日は駒込からのスタートなんですけれども、こちらの山手線の旅はですねルーレットアプリがあるんですけれども、そのルーレットアプリで出た駅名の場所に行ってランチをして散策するといった企画になっております。本日もですねカメラマンは後輩の佐久見翔太郎くんにお願いします。お願いします。よろしくお願いします。失礼します。さあそれでは今日の目的地をルーレットで決めていきたいと思います。どこが出るのか、スタート。で東京出た出たど真ん中。今日は東京駅行ってみたいと思います。シュワッ。玄関というところですかね、はい。まあ、今日はそんな東京駅いろいろちょっと散策しながら、じゃあ行ってみましょうか。はい、お願いします。レディゴー。よし、じゃあまずはねランチの場所なんだけど、何これね、下からはい、あと間に合うからあえてここは今日は高架下、はい、ちょっと攻めていきたい。わかりました。そういうところで攻めていきます。あー、なんかでもぼちぼちお店が、この辺からほら、おお、お、行きます。はい。待ってます。店内めちゃめちゃおしゃれだったよ。すごいすごい。行きましょう。はい。お願いします。ということで、あのお店の中に入れてもらったんですけど、なんか撮影するんだったらこっちの奥の個室どうぞみたいな感じで、なんかものすごくビップ席みたいな。もう個室みたいな、なんか個室みたいなところにこう案内してもらって、ありがとうございます。すいません。いや何にしようかな、全部うまそうっすね。でも俺カルビ焼きランチにしようかな。あ、違う、今さ、はい、トイレ行ったんだけど、はい、トイレがめちゃくちゃ綺麗だった。広くてテンション上がっちゃったもん。広くて綺麗だったから、もうちょっとそれどうしようも伝えたくなくて。確かにお店でトイレが綺麗だったら、そう、それだけでテンション上がります。そう。で、飲食店で一番大事なのはトイレだから。あります。そう。トイレが綺麗なところは間違いないから。すごかった。あ、その興奮をちょっと伝えたかった。失礼します。来た。カルビ定食です。ご飯。うわー。やーべー。なんだこれ。やーばー。そして。まあ、漬物買って、ね、いきますよ。うわあ、やばいやばい。見てこれ、カクテルが入ってそうだ、もうカクテルが入ってそうだ。味噌汁茶碗これで1000円。安いっすね。いや、すごい。
カルビめっちゃ美味しそう。やば。いただきます。いただいていきたいと思います。あ、味噌汁とか卵スープだ。あ、そうなんですね。いただきます。牛タン、うわうまそう、うまそう。見焼けてる。美味しそうなのがすごい伝わってきました。カルビ、あ、もう食べちゃってるもんね。どうですか。この甘辛だ、あれ優勝。これで1000円だもんな。いやですよね。東京すげえわ。いやちょっと東京さ、すごいとこだったわ。あれ、この葉っぱにレモンがかかってる。こういうことなんでしょうね。だから、うわー、綺麗ですね。どうですか。おかわりあったら言ってくださいね。あ、ありがとうございます。スープ、え、無料なんですか。ありがとうございます。ありがとうございます。特報。おかわりとスープ、おかわり、もう訳分かんなくなっちゃう。ご飯とスープがおかわり無料、わざわざ言ってくださる、ありがたい。あと動画に対してのそのコメントでさ、なんかもらえると、そういうの本当に元気出るよね。元気出るし、なんかこうやる気上がるよ。よし、もっといいの作るぞみたいな。僕あの撮ってるだけなんで、まあ、いや、それが大事ですからね、やっぱり。あ、ちょっと店員さん呼んでもらっていいですか。すいません。はい。やっぱいい声よ。いや、あの、なんか振りかなって。鼻水できちゃった。ごちそうさまです。完食しました。はい、ということで、美味しい焼肉ランチをいただいたんで、ちょっと次はね、散策していきたいなと思います。行ってみましょう。はい。やばー。うわー、ここっすね。すごくない?このスープ。そうだろう。いや、違う。絶対違いますよ。そうだろう。汁がいっぱいあるさだ。どうするだーって。ちょっと、絶対違いますって。シルエットで撮影してみませんか。ここだよね。要はこういうことですよね。間に入ると照らされますよっていう。ちょっとやってみたいと思います。はい。ポージング大事なの。どんなポーズを。絶対浩平さんじゃん。綺麗でしたね。すごい、ライトアップめっちゃ良かったね。すごい。いい瞬間に立ち会えた。ということで、切って雪と光の演出プログラム、あ、このザキ、あ、ホワイト切っての開催中の12時から20時まで、1時間に3回分ってすごいですね。いや、すごいですよね。ね、楽しみだ。おお、はい、行きましょう。すごい。
麗ですね。うわ、ビルだな。これが東京だよ。さっきめちゃくちゃなんか東京サタハウ東京サタハウやってたのに。これが東京だよ。初めて来たわ。すごいっすよね。無害。ということで今切手の屋上に戻ってまいりました。夜になるとまただいぶ雰囲気が変わってめちゃくちゃ綺麗です ね、 やばいよね。はい、めちゃくちゃ綺麗になってますけれども、まあ、これからの時期多分イルミネーションとか、はい、もっともっと充実してくると思うんでうろうろしてみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、はい、ということでこの動画が面白かった、東京駅行ってみたいな、キラキラしててかっこいいなって思った人はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。します。カメラマンの酒見翔太郎くんの情報は概要欄に載せておくのでそこからぜひチェックをよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回配信でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。ファイヤー。バイバイ。これはもしかすると山手線の旅最大のピンチかもしれません。やばいなこれは。見つかんのかな。